彼氏の家今から5年くらい前の話です当時付き合ってた彼氏の家に初めて遊びに行った時のこと玄関を開けてどうぞ入ってと言われた時あれと思いました小さい子の特有のなんというか 髪の毛の毛い土臭いような甘酸っぱいような体温の高そうなにおいお分かりでしょうかそういうにおいがしたからです彼には小さい弟や妹はいませんでしたし一人暮らしで実家からも遠く離れていましたそして小さい子が家に遊びに来るということもありませんでした 気のせいかと思い部屋に入ってギョッとしましたベッドルームの隅に5歳くらいの女の子が体育座りしているのです純和風の顔立ち白い肌水色っぽい色のワンピース肩より長い黒髪で前髪は眉のあたりで揃えてあって たとえが適当でないかもしれませんがちょうど今の愛子さまみたいな清楚な感じの子でしたうわどうしようと思ったものの彼自身全然平気みたいだし前々から自分の部屋にとても愛着があるらしきことを言っていたので初めてお邪魔していきなり何か言うのもどうかと思い 黙っておくことにしました訪れたのは夕方近い時間だったので適当に荷物を置いたらご飯食べに行こうということになり出かけました帰ったらあの子消えてたらいいなぁなんて思いながら食事を終えて家に帰ると女の子はいなくなっていましたやっぱりさっきのは見間違いだったのかも あまりにもリアルだったけどその後、お風呂をいただいたわけですが体を洗っている時背後に何か気配がしたので振り向きましたお風呂場の扉はよくあるすりガラスっぽいアクリル製だったんですがそこにさっきの子が映っていましたすりガラス越しなのでぼやけてはいましたが両手のひらを 扉につけてお風呂場を覗くようにドアに接近している女の子がかなりびっくりしてしばらく放心けど相手が幽霊らしいとはいえ子供だからか驚きすぎてなのか取り乱すこともなく観察することに女の子の影は何かを探すようにしばらくすりガラスの向こうでゆっくり ゆっくり上下左右にうねうねと動いていましたがそのうち扉から遠のき脱衣所をうろうろしたあと出て行ったようでしたその後寝るまでの間あの子は現れませんでした初めて見た時寝室の隅にいたのでその部屋で休むのは正直気が進みませんでしたその割に その晩は熟睡したのですけれど。朝、特に部屋に異変はないように見えました。しかし、洗面所で顔を洗っていた時、鏡の向こうにあの子はいました。洗面所の中途半端に開いたドアに隠れた格好で、こちらの様子を伺かかっているという感じで。やっぱりいたんだ と思いつつなんとなく「お名前は何してるの?」と尋ねてみましたするとさっとドアに隠れます放っておいて歯磨きなどしてるとまたこそっと覗いてる「あら?」と声をかけるとまたさっと隠れる 普通の好奇心旺盛で恥ずかしががり屋なな幼児と同じような反応ただ表情が暗い無表情っぽいのと生き物の気配という存在感がないのともっとこちらをよく見るためか何だか分かりませんがドアの端に添えた手で這うようにグネグネと体を動かしながら上に上り 私の背の高さより上に行ったり下がったりする様がいかにもというか異常な感じでしたその後何度か彼の家に泊まりがけで遊びに行きましたが彼女は毎回私が洗面所あるいはお風呂場にいる時に鏡越しにあるいはすりガラス越しに存在をアピールしてきました 特に衝撃を受けた忘れられないアピールは床からいきなり首だけ生えた状態で現れるというものであれだけは本当に心臓に悪かったです私と彼の付き合いは長く続かず3ヶ月ぐらいで別れてしまいましたが最後に彼の部屋に私物を取りに行った時あの女の子にもさよならを言いました 分かってるのか分かってないのかは分かりませんでしたが洗面所の鏡の向こうで両手足をくねくねさせながら踊るようにドアの向こうに消えていきました適切な例えでないと言いずつつ再び言っちゃいますがテレビで愛子さまを拝見するたびに「あの子元気かな?」と思い出します